その男子がおしっこ漏らしちゃってさ。先生のせいで台無しですよ。親から電話かかってきて俺が説教されてん。ゆたくんご飯食べてますか。なんでそういうかな。ムカつきます。あんまり気張んない方がいいよ。このおばあちゃんちょっとボケてるでしょ。プチトマト入れたよね。少し話聞かせてもらえますか。どうかしたの。水木さん、大宮さんってベビーカーを乳母車って呼ぶ人。水木さんってさ、あやねちゃんの頭撫でないの？ママ、これどうも。私があの子に優しくすれば、あの子も他人に優しくしてくれんの。子供を可愛がれば、世界が平和になるわけ。そんなんさ、親が怒鳴り込んできますよ。分かってますけど、見てみなきゃ分かんないじゃない。親からひどいことされたよね。分かる。私もそうだったから。難しい宿題を出したいと思います。家族に抱きしめられてくることです。